Are you listening? Yo, what's up, guys? Enjoy Dancing Chibita Channel 見ていただきありがとうございます。新須のチビタです。いつもですね、SNS での動画のシェア、あと動画へのいいね、コメント、リクエスト、本当にありがとうございます。先週の動画でお伝えしたかなと思うんですけれども、今日本に一時帰省をしています。ちょっと友達のお家で撮らせていただいているんですが、今回はですね、リクエストありました腹筋についてのちょっとトレーニングを動画として出していきたいなと思っています。特にですね、僕がその始めた当初とかっていうのは腹筋のトレーニングを特にしていたとかはないんですが、ある時期にですね、かなり腹筋とかコアトレーニングにハマってる時があって、ちょっと最近サボり気味なんですけど、そのコアトレーニングをしっかりすることでですね、軸がよりブレにくくなったりとか、あとキレが良くなったりとかっていう効果が自分なりに出たかなっていうのがあったんですね。なんか一般的な体幹トレーニングっていうのは基本なんかこういうプランクとかの状態で止まったりとかっていう動作が多いかなと思うんですけど、その中にですね、ちょっとよりブレイクダンスの動きの要素を組み込んだような腹筋のトレーニングを、組み込んで、動画を作ってみました。ではですね、動画にて説明していきますので、ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。Are you listening? Damn. やばい、腹筋つった腹筋つった腹筋つったやばい、腹筋つった。本当に行きたいな。そこで止まるのね。はい、ということで今回の動画、皆さんの参考になりましたでしょうか。皆さんも少しでも参考になれれば嬉しいなと思います。僕のチャンネルを見られてる時点で多分他のブレイクダンスのチャンネルを見られてる方も多いと思うんですが、最近ですね、トビトラチャンネルさんの方でも体のコンディショニングの動画を出されていたので、そちらもぜひぜひ参考にしてみてですね、より動きやすく、そしてよりブレイクダンスがキレのある動きになるような体をぜひぜひ作っていってほしいなと思います。より長くダンスを楽しむっていうためにもコンディショニングはすごく必要なので、ぜひぜひチェックしてみてください。僕もですね、昔手首を怪我してすごく長い間なんか本調子で踊れないこととか結構あったので、僕も僕なりにまたケア動画とかもね、出せていけたらなと思うので、それもぜひ楽しみにしていてください。
ではですね、チャンネル登録まだな方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回もですね、動画の配信ちょっと遅れてしまって申し訳なかったです。では3連休ですね、皆さんも楽しんで、過ごしていってください。練習も、怪我には気をつけてやっていってくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ピース。